皆さんこんにちは、おはようございます、スイングキャッツです、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしたいと思います。ただいまの曲なんですが、スイングスイングスイングキャッツということで、メンバーの、ね、紹介を兼ねて歌いました。じゃあ次の曲なんですけれども、懐かしい歌、あの歌、この歌、メドレーでお届けしたいと思います。それでは次回メドレー。
クリフォード・ブラウンというですね、トランペットの名手がおりましたが、この人を、しのぶといいますか、そういう形でできた曲でございます。アイリーメンバークリフォード、聴いてください。
ありがとうございます。じゃあ次の曲は、ジャズのバンドでラッフォーセルを聴いてください。同じような、絶叫系の曲でございますが、これは皆さんおなじみかと思います。布施明さんが昔歌っておりました、君はバラより美しい。聴いてください。
うちのトランペットのメンバーの一人の、はい、お箱でございます。ここでですね、かわいいかわいいゲスト、あ、違うのかな、ごめん、せーの、かわいいかわいいゲストね、かわいいかわいい、はい、また飛ばして、はい、まほちゃん、えりちゃん、かわいいかわいいゲスト、はい、皆さん拍手。今日はね、一生懸命ね、踊りを踊ってくれます、えりちゃんです、まほちゃんです。では恋をお届けします。Thank you.
起立礼はい、まほちゃん、えりちゃんでした。ありがとうね、かわいいです ね私にもあったんですよ、あんな頃がいや、それはこの状態で生まれてきたそれはそれで怖いもんはい、調査を渡してくれました。じゃあ次の曲でございますが、ね、皆さんもああいう可愛いらしいお子さんが生まれることを願ってくれているんですけれども、聴いてください。お嫁さんばメドレーですね、これ聞いていただきたいと、ね、子供たちも、ね、いっぱいいますのでね、知ってる曲があったら一緒に歌ってくださいね、はい、メドレーでございます。エリちゃん、
Thank you.
ございます。じゃあ、はい、お別れの曲でまた歌う日を聴いてください。スインキャッツでした。ありがとうございました。はい、エリちゃんでした。この後の、ね、楽しんでください。ありがとうございました。